動チャンネルでございます。メールはですね、1日の元旦の初売りのですね、非常に穏やかな天候で、2日の日から大雪になりまして、今日3日でございますが、今日もさらに降っております。なかなかお正月にね、こうやって降ると除雪しても行かないし、大変なんでございます。記念なので、ぜひ、お茶を飲んで、お客様も見えるでしょう。お酒ばっかり飲んでないで、お茶を飲んでですね、ちょっとゆったりした気持ちになっていただきたいなと思いまして、まあいつも紹介しておりますが、この時期私どもが一番推している、金粉入りの緑茶ですね。名前もいいでしょう、小福来と言いまして、菊が来るように願いを込めて作ったお茶です。金粉が入ってます。で、抹茶も入れてるので、すごく緑が、濃い緑の中に金箔がパカッとキラキラキラって舞うので、とても、縁起がいい、そういったお茶です。ちなみにですね、これはティーパックも別に用意しておりますので、急須がなくても飲めます。ちょっとプレゼントとかでもいいですよ。特別なお茶としてですね、ぜひお貸してください。それで3つ考えました。1つはですね、これまでの常識を覆す、常識が通用しないんだと。もそう思いませんか。今までの常識通りやってても、きっと前の時代には戻らないんだろうと思います。ですから、そういったまず発想をしっかり、根本的な発想を切り替えようということです。コロナ禍で非常にいろんなものが変えられてきた中で、その変化してきたものに私たちも対応する、自分たちも変わっていかなきゃならない、そういった気持ちでおります。ぜひ皆さんも変わることを恐れずに進んでまいりましょう。いいと思いませんか。 1% しか違わないのに、365に5乗すると37.7 と 0.02 という大きな違いになっていくわけですね。たった 1% でも、努力した 1% と努力しなかった 1% では、365日後に全然違うものになるんだということをですね、お話を伺って、そうだなと、やっぱり1% ずつでいいから、前に進む努力をしようというのが3つ目のお話でございました。ただですね、そんな私どものとともに、この進んでまいりましょう。2023年